全ては偶然だ。だがその偶然はあらかじめ決められていた世界の意志でもあった。俺はイカれてなどいない。至って正常だ。ここでは真実を語っているんであって、断じて中二病の妄想なんかじゃない。きっかけはほんの些細なことだとしても、それが未来の大きな流れを決定づけてしまうこともある。バタフライ効果という言葉を知っているか。知らないなら調べるのだ。それぐらいの慎重さが求められているのだということを理解しろ。残念ながら俺は慎重じゃなかった。自分の愚かさを分かっていた。あいつを失うことになんてならなかった。未来をこんな形にしてしまうなんてこともなかった。人類全ての運命を決定づけるような重大なターニングポイントのスイッチが握られているなんていうことは分かるはずがないんだ。考えてもみるがいい。普段の人間の知覚は 99% が遮断されている。人は自分で思っている以上に愚鈍な生き物なんだよ。普段の生活の中に埋もれている何気ないことなど気にも留めないし、知覚したとしてもすぐに忘れるか、脳が処理をしないかのどちらかなんだ。うかつなことをするなと、軽率なことをするなと、見て見ぬふりをするなと、もっと注意を払えと。このままでは非常にずっと無視感があって、いつでもお前を陥れようと手ぐすね引いているのだと。宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限。星にもまた始まりはあるか、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かである。歴史からも読み取れ、海に生ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告と。
だ1分も経ってないのに。オカリン？Say.